Thank you.
こなきゃ面白くねえだろ。これで女の子がいないのか、可愛い女の子が。野郎は下がれ。声が強っぽくなくなる。イエスさんやよく来てくれた。そしてピカスさん、一緒にやろうぜって言ったのにやってってくれてねえじゃねえか。実はあんま盛り上がってないんだよここは。一緒にやろうぜね。かっこつけんなね。夏だね。よっしゃお前ら大手出して受けて帰りなさい。
nada, nada, ahí no canta, si sacaste. Ahora ya estamos sin idea. Yeah.
夏が夏いよ。ミュージック is コミュニケーション。本当だ。君たちとコミュニケーション。ミュージック is エデュケーション。はい。教育だよ。俺は震災後レゲエミュージックってすごいなと思ったんだ。何かっていうと、セレクターは一枚一枚回すためにこの曲はなんていう曲で、今こういう状況だから俺たちこういう気持ちで頑張ろうぜって言って、エデュケーションがあるんだ。最近の EDM はどうだ。音楽しか聞こえないな。音楽しか聞こえないな。エデュケーション、コミュニケーション、そして俺たちは愛のある場所で一つになる。置いとくいいから、お前ほんとに。めんどくせえな、ほんとに。まあな、めんどくさいけど、悪いやつやねん。やな、俺たちが一つになれる。今日、7月26日、ここ川越、第1回の声だけフェスティバルが開かれたっていうことを俺は絶対忘れないから。だから、今日はみんなで一つになってこうよ。なんかジャンルとか言ってさ、めんどくさい壁がいっぱいあるかもしれないけれど、そんな壁は取っ払っちまう。俺はみんなとリンクする準備ができている。なので、そっちが壁作んなきゃな。俺も壁があったら申し訳ないと思うよ。やな、音楽が一つになれるもの、音楽は愛のあるもの。ミュージックエデュケーション、コミュニケーションメンバーです。イエス、アイア。そう、川越市初でこんな気持ちをもっと広げてきた。いいな、そう思います。ありがとうございます。じゃあ皆さんに質問がある。皆さんに質問があります。幸せになりたい人手挙げて、はい、下ろして。皆さんや、みんななりたいよな、幸せに。そう、幸せでー。そうで、幸せになろうよ。俺たち幸せになる権利があると思う。次のチームは幸せになってほしい。幸せになろうぜっていう曲です。皆さん幸せに。幸せです。気がつけば隣に座っていたよね。どこのショーケースにも並んでなかったのに、お互いの全てを受け入れたね。長い冬を越えて想いは固まった。やっと今こんな気持ちさ、ごめん待たせちゃって。これから二人で一つ描こう夢のストーリー。誰にでもきっといくつかの幸せの実がなるのさ。窓を笑いで早く感じについて、君じゃなきゃダメなんだよ。どうかついてきてよ。信じてるよ、僕のシンデレラだって。では明日の遥か遠く、自分たちだけど女は笑わせて、何気なく過ごす一日もその笑顔で僕I'm
Thank you.